皆さんこんにちは、森谷ドラムスクールの森谷です。まあ、この放送も、まあ、回数を重ねるごとにね、ちょっとずつ僕も慣れてきまして、結構ね、これを楽しみにしてくれてる方もいらっしゃるということで、この調子で頑張っていきたいななんて思っております。先週ですかね、今が2020年7月の6日なんですけども、先週の木曜日、水曜日だったかな、7月2日に僕の、レッスンスタジオのある、スタジオレンスが、新規オープンしました、僕のレッスンスタジオはビートフリー外大前店という名前だってで、ドラムの先生を始めて5年ぐらい経ったあたりで、月決めで、貸したるわみたいな感じでね、前のオーナーが言ってくれてで今の、まあ、レッスン動画とかでもよく見る部屋を、まあ、1ヶ月いくらで、貸していただいて、で、自由に使い放題で鍵ももらって、させていただいてたということです。で、まあ僕の、教室という感じでね、そこからずーっとやらせてもらってたんですが、去年の、2019年の11月ぐらいにね、オーナーがちょっともう続けられないと、まあ体のオーナーはちょっと体がね、ちょっとずつ、病気で悪くなっていってて、ちょっともうできないって急に言い出してね、前のオーナーが。それで、まあ、急に場所がなくなると、僕も、ね、次の月から、2、3ヶ月後ぐらいまで僕のレッスンの予定が決まってるんで、まあ、急になくなると僕も、路頭に迷ってしまうと。仕事が急になくなってしまうということで、じゃあちょっと、僕たちで引き継ごうということで、まあ、このずっとビートフリーを使ってた、先輩の方が新規でオーナーになってくれまして、で、僕も一緒に経営に関わって、スタジオ C3 という名前で、再スタートしたわけなんですね。で、もともと、だいぶ売り上げが落ち込んでたビートフリーなんですけども、そこからバトンタッチして、ちょっとずつちょっとずつ、再生をさせていこうということで、動き出してた矢先、ちょうどほんまにちょっとずつ売り上げが、あ、なんか上がってきたなーっていう矢先に、コロナがやってきまして、お客さんがビターって止まりまして、その時、スタッフをやってくれてたツッチーというね、ベーシストの方がいるんですけども、やばいです、森谷さんと、来週の予約真っ白なんですよと、もう今月これからずっと真っ白です。キャンセルの連絡が止まりませんみたいな感じでやばいですっていうような話をずっとされてて。で、僕もレッスンが毎日毎日、すいません、レッスンキャンセルお願いしますと、コロナやからちょっと怖いんでキャンセルお願いしますっていう連絡が来て、僕もレッスンがほとんどほぼ白紙になって、で、スタジオ自体も、白紙に、予約が全部白紙になるというね、ことが起きまして。で、このまま、スタジオを続けていくには、言ったら家賃をずっとね、から家賃を払い続けることになるということで。で、スタジオの家賃って高いんですよ。やっぱこういうね、お店の家賃って高くてね、何十万とするんですね。そう。で、それをお客さんが全く来ない状態で、それを払い続けるっていうことは、やっぱりできないと。ね、赤字を垂れ流すだけのことになるんで、それではちょっと生き残っていけないということで、4月の30日に、締めようと決意したんですね。コロナ禍の真っ只中で、締めようというね。お店自体も休業要請が出たんで、もうオープンできなかったんですよね、正直ね。そう。だから、まあ、4月30日に締めようということで、決めまして。で、まあ、一応そのコロナの真っ只中だったんで、ね、緊急事態宣言も出てたということで、真っ只中だったんで、このスタッフを呼んで、その、スタジオを片付ける作業ができませんということで、大家さんに、ちょっとお願いして、家賃をちょっと1ヶ月なしにしてくださいということでお願いしたら、まあ、その大家さんがすごくいい人で、それを納得していただいて、それで、5月の30日まで、まあ、1ヶ月、待っていただいたわけですね。で、まあ、なんとか1ヶ月延命しましたけど、まあ、どっちみち5月の30日にもうすべて片付けて、もう出ないといけないということだったんですね。で、もう僕ももうほとんどもう腹を決めてまして、他のところをね、探したらいいと、まあ、結構ね、簡単に思っちゃうんですけど、実はね、レッスンってそういうわけにはいかなくて、そう、レッスンってその2人とかで入るじゃないですか。その先生と生徒さんで2人で入るんで、個人練習扱いになるんですよ、スタジオ的にはね。
で、スタジオって基本的に個人練習っていうのは当日か前日からしか予約ができないんですね。で、僕大体レッスンで1日9時間とか10時間とかスタジオ予約をするんで、例えばね、そのスタジオの朝にね、今日、何時から何時まで10時間スタジオ貸してくださいって言って個人練習で借りれるところなんてないんですよね。言ったらその何ヶ月前から予約をしてスタジオを抑えるということになるんですけど、僕はもう1日もう長時間毎日毎日スタジオを抑えてる状態なんで、そんな予約の仕方を個人練習の予約で取らせてもらうとこなんてないんですね、正直ね。なぜかというと、まあそんだけの長い時間個人練習の値段で取られるとスタジオからしたら儲からないんでそうそう、もう全然儲からないんで、だからレッスンは基本的に個人練習扱いなんですよ。そうそうそう。で、まあ、スタジオとの信頼関係とかがあって、特別に1ヶ月前から予約可能にしてくれたりとか、っていうことなんですよ。その、音楽講師の方って。そう。だからなかなか、講師として活動していくのって、実は結構難しくて、そういうハードルもあるんですね。そう。だから、まあ、今のスタジオがなくなって、で、新規一点に他のスタジオ、そんな1日10時間ぐらい、バーン、ドカーンとね、毎日毎日そんな貸してくれるようなとこって、まあ、正直全然絶対ないんで、まあ、僕はもう拠点をちょっと変えようかなとも思ってたりとか、なんかちょっといろいろ考えてたんですね、この先のこと。っていう矢先に、オーナーのね、今の新しいオーナーの斉藤圭司さん、元片山ブレイカーズの、っていうバンドの、まあ、ドラマーの方なんですが、その方が、手を挙げていただきましてですね、神、本当にね、神様のような人でしたね。そうそう。で、本当にその奇跡的に、本当に奇跡的に、その、今のスタジオを引き継いでくれる方が見つかって、で、本当にありがたいことなんですけど、僕はもう同じ条件で、そのままね、居座らせていただけることになって、そうなんですよ。それで、無事、森谷ドラムスクールは、もうそのままの形で生き残ったということなんですよ。本当に奇跡が起こりましたね。僕は本当に諦めてたんです。もう4月からというか、もうコロナが来た瞬間から、僕はもう京都でレッスンをできることをもう諦めてて。で、もう次の、いつまででももうやばいやばいって言ってられないんで、切り替えていかないといけないんで。そう。だから僕はもう次の動きを考えてたんですよ。なんかもう違う生き方をしていこうとも、ちょっと考えたんですね。講師としてもうやっていけるのも、もう結構限界かもしれんなとも考えてたんです。だから今回のことで、コロナのことで、僕自身もね、結構いろいろ、考えるきっかけになりましたね。今までってやっぱり当たり前じゃないんだなっていうことを本当に再確認したというか、生徒さんがいることが、当たり前だと思ってたし、こう場所があることも当たり前だと思ってたんですけど、全然当たり前じゃないなと思いましたね。そう。だからコロナでね、僕は本当に大事なことを、再確認したというか、ね、ドラム講師10年経って、僕も、初心を忘れてたことが、やっぱめちゃくちゃあったんで、まあ、コロナのこの、大変な時だったんですけど、本当にそれをね、思い出させてくれましたね。はい。で、まあ、その斉藤圭司さんのおかげで、本当に生き残って、で、今、先週の4月2日に晴れて、オープンしまして、めちゃくちゃ素敵なスタジオになったんですよ。もう前のビートフリーの時代で C3、スタジオ C3 になって、もうそれもそれぞれのオーナーの個性があってやっぱ素晴らしかったんですが、やはりこう斉藤圭司さんの、素晴らしさというかな、人柄がもうすべてこのスタジオに出てると。もう斉藤圭司さんのお城がこうできたなと思いますね。そう。やはり、まあ、僕、スタジオ経営にも関わって、やっぱすごくよく分かったんですけど、やはりその経営者の方っていうのは、やっぱすごいなと思いましたね。やっぱりすごい明確にビジョンが見えてて、で、これをやりたいっていうのがやっぱりすごくあって、で、どうしたいかっていうのがくっきりと見えてると。で、スタッフにどう動いてもらいたいかっていうのもくっきり見えてて、スタジオの完成図もくっきりと見えていて、で、オープンしてからどのような、動きをするかっていうのもくっきりと見えてる人がやはり経営者になっていくんだなっていうことは分かりました。なんか僕はやっぱりどっちかっていうとプレイヤーだなと思って、講師としてやりたかったりとか著者としてやりたかったりとか、ドラマーとしてやりたかったりとか、僕は個人が動きたい、タイプなんですよ。僕はね、
で、このままじゃいけないなと思って、経営者になりたいなと思って、いろいろ勉強をしたりとかしたんですけど、やはりその、根本的な、なんか、なんで言うんでしょうね。こう、経営者としての、やっていける人っていうのは、やっぱり違うなと思いました。やっぱり、すごいなと思いましたね。やっぱりその、刑事さんは、その、経営をしている、まあ、経営者、音楽教室も運営されていて、で、スタジオも運営されているので、やはり、すごいなと思いますね。こう、引き続き、森谷ドラムスクールは、頑張っていこうかなと。で、コロナが落ち着いたら、いろいろと、僕はレッスンとか、イベントとか、というような形で、スタジオを盛り上げて、これからちょっとずつ、恩返しをしていけたらなと、思ってるんですね。まあ、オンラインを混ぜて、今後はいろいろちょっと力を入れてやっていきたいなとも思ってるんですよ。そう。だから、対面プラス、オンラインで、日本全国の、方を、対象にというかね、そんな感じでイベントをやりたいと思ってます。まあ、関西でやってたんで、実際に対面でできる人は、まあ、ね、遠いところからも来てくれてたりしたんですけど、今後は、まあ、そのオンラインという形で、東京の方でも、北海道の方でも、沖縄の方でも、参加できるような、イベントを作っていけれたらなと思ってます。で、この京都の、スタジオレンスを拠点にして、全国に発信して、意識していけたらななんて思ってるので、皆さんもぜひね、スタジオレンスもモニタリングドラムスクールもぜひぜひこれからもよろしくお願いします。はい、ということでちょっと前置きが長くなったんですけども、2016年ぐらいから、東京で活躍されてるプロドラマーの方を関西に呼んでドラムセミナーをしてもらうっていうことを、イベントをやり出したんですよ。で、それが森谷ドラムスクールスペシャルドラムセミナーっていう形で、ゲストを招いてやるっていうタイプの、まあ、ドラムセミナーを、まあ、ちょっとずつちょっとずつ、開催させていただいたんですね。で、そこから、いろんなそのプロの方々、音楽を仕事にされていって、で、音楽で成功しておられて、もう本当にこう自分の好きなことを、追求しておられる方々と、まあ、仕事をしていって、なんか僕の中で、成功している人の条件、っていうのが、なんかちょっとずつ見えてきたんですよ。成功してる人ってこういうとこあるよね、みたいなっていうのは、なんかちょっとずつ見えてきたんですね。ということで、なんか僕からちょっと今回は、まあ、いろんなプロの方々と、仕事をさせていただいて、成功してる人の条件2選みたいなね、ことを、ちょっと、この放送で紹介してみたいと思います。はい。まず一つが、楽しめる人ですね。これね、僕、川口千里ちゃんと、一緒にお仕事をさせていただいたことがあって、アルファノートさんから、出てる DVD で、川口千里ちゃんの密着取材の DVD があるんですけど、川口千里ちゃんといえばね、ドラマ、プロドラマーで、広瀬香美さんのバックとか、山本恭二さんとか、昔は E ガールズもやっておられたのかな。もう本当に、一流のプロドラマーで、今は、世界でも活躍されてるんですよ。日本のみならず、外国に呼ばれて、外国で、世界中で今活躍されてるプロドラマーの川口千里ちゃんっていう女の子がいるんですが、その方の密着取材の DVD で、川口千里ちゃんのドラミングを、超絶ドラミングを、まあ、徹底解剖するというね、まあ、そういうインタビュアーの役割として、出演させていただいて、で、そこで共演させていただいたんですね。うん。で、川口千里ちゃんと、まあ、いろいろその話をしていって、で、川口千里ちゃんって、もう本当に一流のプロミュージシャンと、共演されることが多いんですよ。もう60代のミュージシャンのもうレジェンドたちと共演されることが多くて、川口千里ちゃんはなんかその早稲田大学の受験をしている時で、で、そのレジェンドたちとの、ライブがあったんですよね。リハーサルが終わって、で本番までに、まあ、時間があるじゃないですか。だいたいリハーサルが終わってお客さん入れたりするのに、まあ、3時間ぐらいね、この本番までに時間があるんですけど、その間に、受験勉強をしてたんですね。その早稲田大学のね、こう普通だったら、そんなレジェンドたちとこう、共演するってなったらね、僕だったらもう1週間前ぐらいから、緊張して、ご飯が全然食べれなくなって、手がなんかこう油でべちゃべちゃになって、口がカパカパになってね、なんか膝が震えて、顔が真っ白になって、なんかやばいことになるんですけど、切り替えというかね、演奏するときはこう、受験勉強するときはっていう、なんかこの切り替えがやっぱすごくできる人なんですよ。で、それの秘訣は何なんですかっていうのを聞いたら、楽しむことですって言ってたんですね。
川口聖奈ちゃんが。そのライブも、まあ、緊張するけど、でも、その、根底にはやっぱ楽しむっていうことがあると。だから、ちょっと全然練習できなくてやばいと、めっちゃ緊張する場面で、もう絶対絶命の時も、でも本番では絶対に楽しむと決めているって言ってたんですよ。そう。で、受験勉強も、やっぱ楽しいと。勉強することは楽しい。で、ドラム叩くことも楽しいし、どんなプレッシャーになったとしても、やっぱ楽しむってことは、もう絶対にその根底に持ってると言ってたんですね。あ、これはもうどんな苦労でも、この辛いとか耐えるとか我慢とかっていうことではなく、そう、なんかどんな状況でもやっぱこうやって楽しむっていう姿勢を持てる人が、やっぱり、成功していくんだなと思ったし、どんな状況でもやっぱ楽しめるっていうことは、やはりこの一種の才能だなと思いますね。どんな窮地に立たされた時も、なんかやばいってなった時も、楽しむことができるっていうのは、やっぱりすごいと思います。楽しむってすごいエネルギーだと思うんですよね。ね、なんか我慢とか努力とかって、なんかいつか絶対限界が来るんですけど、なんか楽しむことってご飯食べなくても寝なくても、やれちゃうんですよね。楽しいことって。ね、だからその勉強も、そのめっちゃ緊張するような絶対絶命のような状況も楽しむっていうことができるっていうことは、やはり才能だな。やっぱりプロなんだなと思いましたね。はい。そして、二つ目ですね。二つ目は、人の陰口を言わない人っていうことなんですよ。これね、漏れなくそうですね。僕は今までいろんなプロの方とお仕事をさせていただいたんですが、漏れなくそうです。なんかね、飲みに行かせていただいたりとかすることはあったりとかするんですけど、なんかその場にいない人の話って絶対なるじゃないですか。その場にいない人の話題ってなったりとかするんですけど、絶対に悪口言わないんですよ。そのプロの方々って。そう。なんか昔僕はなんかバンドマンだった時って、なんかみんなでね、友達同士で飲み会とかバンドの打ち上げとかになった時に、なんか日常の愚痴とかね、仕事の愚痴とか、お金ないわとか、なんか仕事めっちゃしんどいわとかっていう話を、なんかその仲間内でしてたりとか、あとなんかそのバンドマン、まあ同じそのバンドのメンバーとかの、あいつはこんなとこが足りへんとか、なんかその人のいないところでその人の悪口を言ったりとかっていうことをやっぱりしてたんですよ。昔ってね。そう。で、なんでそんなことをしちゃうかっていうと、なんかね、やっぱその話してる人、目の前の人に、なんかすごいやつだなって思われたいんですよね。そう。全然そんなことですごくならないんですけど、あ、なんかすごいやつだなとか、よく真剣やなとか思われたりとか、なんかよく考えてるなって思われたくて、なんかその場にいない人をわざわざ落としていうような話をするんですけど、なんか、そんなことってしないんですよ、やっぱプロの人ってね。そう。僕、それをすごく感じたのが、2018年の冬さんと、共演させていただいた時なんですけど、冬さんといえばね、EXILE の、ドラマ、EXILE のドラムサポートをされていて、まあ、EXILE アツシさんと、レッドダイヤモンドドッグスというね、バンドを組まれていて、まあ、本当にね、日本屈指の菅氏香さんとかね、チャラさんとか、高田久美さんとか、なんか本当に日本のトップアーティストのドラムサポートをされてる冬さんなんですけど、その方を、まあ、森田ドラムスクールのスペシャルドラムセミナーっていうことで、京都にお招きして、セミナーさせていただいて、で、そこで、打ち上げで、冬さんとお話をさせていただいたんですよ。そう。で、冬さんとなんか話してた時に、なんかいろんな登場人物が出てくるんですよね。冬さんの、お知り合いのディランさんっていうギターの方がいるんですけど、の話になった時は、あいつ本当に最高なやつで、どうのこうのっていう、もう、褒めることしかないんですよ。あいつ本当にすごいから、本当に最高だよ、みたいな感じで、言うんですよね。で、またそれと別の、なんかドラムテックさんの話になった時に、いや、ああいう彼たちがいるから、僕たちみたいな、そのドラマーが輝くんだよ、みたいな、そこにめちゃくちゃ立てるんですよ。家族の話になった時は、まあ、その、うちの奥さんが、っていう、その、家族の、その、素晴らしいところを僕たちに喋ってくれるんですよ。すごいなって、やっぱこういう人が、なんか、プロになるんだなーと思って、で、そのね、もう、なんかすごいかっこいいなと思ってたんですよね。で、その時終わって、そしたらその次の日かな。その次の日に、マネージャーさんから僕、連絡が来て、その冬さんのマネージャーさんから連絡が来て、そしたら、冬が森谷さんのことめちゃくちゃ褒めてましたよ、と。そう。なんか、あんなにこのリスクを負ってまで、京都に呼んでくれて本当に感謝しかない、みたいな感じで、
めちゃくちゃ褒めてましたよ、みたいなことを言ってくれたんですよ。もう、この時になんか、あ、こうやって人のいないところでも人の素晴らしいところを褒めれる人が、やっぱり人の、やっぱ上に立ったりとかするし、やっぱそういう人のところに人ってやっぱり集まるんだなっていうのは、めちゃくちゃ思いましたね。だから僕その時に冬さんと会った時に、もう二度と、本当に、陰口は絶対に言わないでおこうと思いましたね。もうその人のいないところで、その人のところを、いいところを探して褒めると。そういうことが自然にできる人が、やっぱりその人の上に立つし、そういう人のところに人が集まるし。だから一生言わないでおこうと決めましたね、その時にね。僕たち、やっぱこう売れなかった時というか、なんか昔になんか人の悪口でなんか楽しんでキャッキャキャッキャ喋ってた時は、なんか今振り返ると、あ、そりゃ売れないよね、みたいな。なんかそんなことで盛り上がってたら、そりゃ売れへんわ、そりゃ人集まってけえへんわ、それはお客さん入らないわっていうのは、今となってはやっぱりめっちゃ思います。はい。そうですね。この、どんなに辛いことも、どんな大変な状況になっても、やはり楽しめるっていう人っていうのと、人の陰口を言わない人、陰褒めができる人ですよね。っていうのは、やはりそのプロの方々のやっぱ共通してるところだなと思いました。まあ、プロの人たちの、何でしょう。プロになるための条件ではないですけど、なんか僕がそれを、強く感じました。で、そこはなんか真似していきたいなと思います。なんか、やばいなってこう、緊張に感じる時もあるし、まあ今、まさに僕、教則本書いて、大変ナウなんですけども、まあそれも、やっぱできる限り楽しんでいきたいなと思いますし、先輩とか後輩とか友達とか、なんかそんなね、人たちも、絶対に陰で悪口言わないでおこうと。はい、陰口は本当に何も生まないんだなっていうことを分かりました。はい。そんな感じで、ちょっとね、長く喋ってしまったかもしれないですが、もう何回目か分かりません。でも、ちょっと今後もいろいろと、気づいたこと、なんかいろいろ喋っていきたいと思います。はい、そんな感じで本日もありがとうございました。さよなら。